主依存出る年が、主依存は、中国信頼の文人。字は鈴町、竹戸豪する。他の郷に、もやい、金風邸町、小長足町魚師などがある。先祖は、チャンス五皇の人だったが、秋代の陰安四年に、周水に移住している。曹祖父は、四国祖。祖父は、小生理。実父は、シ茂ル明けの。養父は、シ茂シ明。この仕込殿。 孫の死と孫も死分により有名。幼児より、異彩あり博覧狂気で知られる。家は貧しかったので、四方に流軍し、南は、峰南、北は雲ついたち、東は、草海から、芝生、東、王をめぐり、至るところの祠らやつかの金石断片を探しては、交渉し、自伝と照らし合わせる。またその土地の、色と樹舎に会見し書籍を借りて、研究を重ねた。 故郷に帰った時には文明が高くなっていて、後期18年に白学大鳥市の都賀に推挙され、管理委員検討に任命された。民主の返産に携わり県議したことは、ほとんどが適正であった。後期20年に日光期居中官に任命され、江南号市副交換となり南書房にいる自家する。部下に古文書を筆者させた件で弾劾され降格するが、後に、 元の感触に復帰した。病により帰郷し、爆書帝という書斎を作り蔵書八万巻に囲まれ、著実に専念し、19年後に没する。王子貞は死に優れ、王は文に優れ、激励は交渉に優れていたが、主遺存数とはその全ての長所を兼ね備えたと、新主考の中で評価されている。天書、霊書を得意とし、絵画の技術も巧みであったという。 吉川幸二郎、元民主外説、岩波書店、2006年、278p。ありがとうございます。